Hey, Countdown TV をご覧の皆さん、突っ込んでくれよ。いいでしょ。9。いや、Countdown TV をご覧。違う。なんでほら調子が全然ダメじゃん。Countdown TV をご覧の皆さん。伊藤清掃のロックトゥデイ違う、それに通ずるフリーメタルプレイヤー、今度イベントに出ることになりましたジュエルです。よろしくお願いします。ジュエルです。リベンジオブメタル、リベンジオブメタル、いい言葉出ましたね。リベンジオブメタルという企画に、ブラスセットの企画に我々出演することになりました。2月の3日吉祥寺プレッシェンドで、リベンジオブメタルやります。なんと台湾が数年ぶりになりますが、エイミングハイ、ブリッジオブティアーズ、ブラスデッド、ここにメディテーションが地方から来てくれます。この5バンドがね、揃うというのは多分最初で、最初は最後でしょ。行きます。なぜかといえば、こんなに素晴らしい5バンドがうちも含めてですが集まる、我々も楽しみなんですね。どうでしょう皆さん、どうですかお客さん、どうですかお客さん。反応がいいね。皆さんで急にね、一メンバーも一新しましたね。ちょっとニューメンバーが、まさか来るんだ、来るんだ、来るよ、来るんだ。我々4人でデュエルですからね。どうぞ意気込みかましい。打ちかまされてください。ではニューギタリストを待ちます。打ちかますぜ。はい、打ちかまされてください。いや、分かったね。じゃあ、ギタリスト、よし。お見舞いするぜ。お見舞いするね。お見舞いしとかないとやっぱり。お見舞いは、メロンでいいと。そういう、ふざけたこともね、お待ちしてますけど。T シャツ、予約した方にも T シャツを、どこか。若干ちょっとね、3000円かな、高くなってますけど、その T シャツと聞くと思えば、それでこの5バンドの皆さんが、どうぞヘビーメタルを、コテコテのヘビーメタルを。そうです。エクスタミネーターがね、エイミングハイブと、ブリッジオブテアーズで、メタルエクスタミネーターチームね。そういうことでね、グラセットもこの際ね、まだ期間があるので、エクスタミネーター絡みの曲を作って、ぜひ4バンドでね、東京の4バンドで、エクスタミネーター4連発ということで、グラセット皆さん期待してますので、You! Hey you! いいね。山津、よろしく。そういうわけで、もし俺だったら俺が作曲してもいいから、ギャランティーは俺に。エクスタミネーター。俺の MC も長いから期待してください。よろしくお願いします。つまんないよ。はい、では吉祥寺で君と握手。